今回は早々のフリーレンに登場する、断頭台のアウラのコラ画像選手権を開催していくぞ。やっぱりアウラはこれからもフリー素材だぜ。めちゃくちゃフリーレンのものだから勝手にフリー素材にしてやるな。やっこほー、どうもコテゾーです。そしてチビゾーです。というわけで今回は第2回、断頭台のアウラのコラ画像選手権を開催していくぞ。前回のアウラコラ画像選手権も大好評だったからな、当然の開催と言っていい感じだぜ。ところでチビゾー、こんな記事を知っているか？早々のフリーレンがノベライズ決定。まあめちゃくちゃ人気になったし当然のことなんじゃないのか？後から詳しく説明するんだが、なんとこのノベライズか、アウラの前日談が収録されているという、なんとも運営がいじっている感が否めないという内容なんだよ。コミックとかではそこまで大きく取り扱われてなかった敵キャラのアウラが前日談発売だもんな。最高に運営のセンスを感じるぜ。そんなわけで今回は最初にフリーレンのノベライズ化を取り上げてから、みんなお待ちかねのアウラコラ画像選手権を開催していこうと思うぞ。つうわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。というわけで本編に入っていこうと思うんだが、まずはこの話題を先に紹介させてもらうぜ。早々のフリーレン、ノベライズ化おめでとう。確かにおめでたいことだよな。でもさっきの内容が気になって仕方ないぜ。俺も紹介したくてうずうずしてるから早速行くぞ。早々のフリーレンのノベライズは4月17日にコミック13巻と同時発売される、前後編の小説だぜ。フリーレン好きからしたらめちゃくちゃ嬉しいことだな。ところでその中身ってのはどんなことが書いてあるんだ？フリーレンたちが旅に出る物語の前日談などなど、本編につながる話が多数収録されている中に一つ、断頭台のアウラの前日談というのが収録されているぜ。もうメインキャラだろこいつ。他はフリーレン、フェルン、シタルクといった味方側で大事な役回りをしているキャラの前日談ということから、SNS では、もうアウラも仲間になったってことでいいのか？アウラ、仲間になれと命令されてた説立証といった、アウラ仲間説がいろいろ飛び交っているぞ。まあここまで来たら実質仲間みたいな立ち位置だからな。もし仲間になっててもみんなから愛されてるしいいじゃねえか？ということで今日はそんな愛されすぎた敵キャラアウラのコラ画像をいっぱい見ていこうぜー。まずはこれだ。生きろと命令されたアウラだ。なんか行き過ぎて哀愁が半端ないんだが、何の目的もなく生きるのって辛いと嘆いてるな。敗北の納豆らしきものとか安い酒を飲んでいることから現代でお金が尽きたことがわかる一枚だな。無駄に戦ってやられてしまっても契約違反になるもんな。魔族にとって生き延びるのは逆に大変そうだぜ。もうここまで見てる人の中でアウラのことを知らない人の方が少ないと思うが、初見さんのために今一度アウラの復習を軽くだけするぞ。まず持っている天秤アウラの魔力と敵の魔力を測りにかけるんだ。そして魔力の大きかった方は小さかった方に対して服従させられるという仕組みなんだよ。アウラは魔族で500年以上生きてるから魔力が大きくて負け知らずなんだよな。けど主人公のフリーレンは1000年以上生きてて魔力が莫大だからアウラは敗北、自害を命じられるという、スカッとストーリーが今日の元ネタだぞ。スカッとストーリーって言うな。改めて聞くと面白い内容だよな。それじゃあ説明で時間使ってしまったからサクサク行くぞ。これは、某ハンバーガーショップで働くアウラだぜ。アウラ、バイトしろ。この制服がちゃっかり似合ってるのも可愛さゆえにだな。持参した天秤にポテトとか測られてて気の毒だけどな。魔族でもしっかりバイトできるんだな。500年生きた大先輩だぞ。この場合別のバイトたちは逆に敬語使わなさそうだぜ。いい妄想の仕方、ナイスだぜ。そんじゃ、次のアウラコラ行くぞ。理不尽すぎるアウラだ。ただただかわいそう。まあ服従しなければいけない魔法を持ってきたのはアウラだから、自業自得もいいところだぜ。コテゾーも服従の魔法にかけてこの命令をしたいぜ。もちろん後者の方な。普通にとどめさしたいだけで草。遠回しに言うのっていじめすぎないか？それじゃあ次のアウラコラ行くぞ。インタされてるアウラだ。これもまた理不尽。服従の魔法かけてるのに物理ダメージを与える。フリーレンもなかなかの鬼畜だな。逆に魔法使いのフリーレンがビンタっていうのも、コラ画像特有で面白いよな。確かに魔法使いが物理ダメージを与えるか。これはまた新しいラノベが出来上がりそうだ。魔法使いなのに肉弾戦最強な剣について、脱線したが次のコラ画像行くぞ。現代に転生したフリーレンとアウラだぞ。プリクラでの小競り合い可愛すぎるだろ。でもやりとりしてる内容がグロすぎる。これももし命令にカウントされたらフリーレンと出かけてる途中にアウラが、だもんな。フリーレンも遊んでる時に自害させるのは道徳心なさすぎてやばいだろ。そう考えるとこの魔法、怖すぎるぜ。
それじゃあ次のコラ画像いくぞ。幸せな時間を大切にするアウラだ。ほっこりとしてる時間に忍び寄る窓際のフリーレンが絶望すぎんだろ。マクドナルド食べてて窓からフリーレン見えたら一気に味覚なくなる気がするもんな。ちなみに元ネタはポリコレ界隈で炎上したマクドナルドのこの画像だぜ。風刺も効かせて面白い一枚だな。マジでフリーレンのシルエットに恐怖を覚えるとは。そんじゃ次のコラ画像行くぞ。フリーレンの好き嫌いに対応するアウラだな。牛丼ネギダクダクすぎんだろ。鋭い手際でアウラの方に玉ねぎを送ってるのも草だぜ。玉ねぎ大好きな人からしてもこの量は厳しいものがあるよな。こんなわがままにも付き合わされるアウラ、お気の毒に。それじゃあ次のコラ画像だ。ダークウェブで見つかったアウラたちだぜ。ダークウェブ史上一番有名な画像じゃねえか。あれにフリーレンを被せるセンスはさすがすぎるな。元ネタを知らない人は、ダークウェブスープとかで調べてくれよな。案外トレースできていて不気味さも感じられるぜ。よし、そんじゃ次行くぞ。テイクオフアウラだぜ。なんだよそのネーミング。フリーレンにどんな命令されたらパイロットになるんだ。アウラ、空を駆け巡って人々を笑顔にしろ、とか命令されたんだろうな。かわいそうに。命令のされ方が絶妙にロマンチックで断りきれない雰囲気なのはやめてやれよ。アウラ、世界に笑顔を届けろ。だったかもな。よし、次のコラ画像だ。必要以上に暗証番号から目を背けるアウラだな。クレジット決済あるあるだけどな。特にアパレルの店員さんはめちゃくちゃどっか見てくれるんだよ。そういう店員さんに憧れてバイトを始めてしまったアウラだ。どうだ、可愛いだろ。アルバイトで何でもいいのにメイド服をセレクトするアウラがめちゃくちゃ好きになってしまったかもしれないぜ。さすがムッツリ界のドスケベだな。そんじゃ、次のコラ画像に行くぜ。ワンピース風アウラだ。顔がピリッとしすぎて誰だかわかんねえよ。しかももう首に剣が突入してる時かよ。せめてもの命乞いで全言撤回させたら生き延びられると思ったんだろうな。ここからの生存ルートも見てみたいものだぜ。よし、サクサク行くぞ。次のコラ画像はこれだ。原作とは違うとどめを刺されるアウラだな。アウラ地下帝国行き確定。てか怪獣みたいに麻雀してるけど何かけてるんだろうな。どうせ魂とかその辺だろ。その辺っていうにはめちゃくちゃ大層なものだけどな。麻雀も強いフリーレン、なんかいいな。千年も麻雀攻略してたら強くなるだろうな。よし、次行くぞ。スパイの子供に転生したアウラだ。アウラならぬアウニャ。転生先でも服従させられてたら面白いのにな。アウニャ、人の心を嫁とかいうアーニャとの合同技とか使い出したらもう強くなりすぎんだろ。まあ結局はフリーレンの監視下ということだから何も好き勝手はできないんだがな。アウラ、傲慢になってフリーレンに戦いを持ちかけたからだぞ。はい、じゃあ次のコラ画像だ。分娩台のアウラだぜ。しょうもねえ、断頭台のアウラにかけてるんだろうが、絶妙なダジャレに秀逸なイラストが相まって本当にしょうもないぜ。しょうもないというのは最上級の褒め言葉だよな。普通に断頭台とかかってるって分かった時は、全力で、鼻で笑ってしまったよな。突然も鼻で笑ってたのかよ。コラ画像はしょうもないほどいいからな。最高だ。よし、そろそろラストスパートだぞ。違う、そうじゃないだな。そう、合ってるだよ。違う、そうじゃないの対義語ぐらいアウラの言ってることは的確だからもっと慌てろよ。そう、合ってるってなんだよ。このコラ画像は元ネタ知ってれば知ってるほど意味わからなさすぎて面白いな。それじゃあラスト3枚だぜ。かまど炭治郎にアドバイスをもらうアウラだ。なんで自分が絶体絶命の時に死ぬアドバイスもらってんだよ。炭治郎が鬼を倒す時のテクニックを応用するな。これが鬼滅の刃の最終回で炭治郎が放った超特大技らしいぞ。こんなことしてたら作者の人を心配してしまうぞ。カオスエンドが過ぎるからな。よし、次のコラ画像行くぞ。コンビニバイトを始めたアウラだ。ファミチキを買う時ぐらい声を出して言えよ。アウラの脳に直接語りかけることができるフリーレンもなかなかだぜ。アウラがアルバイトをしているファミマもし近くにあったら行くか。魔力が低い方が高い方とシフトチェンジとか暴論じみた勝負を仕掛けてきそうだからやめておくぞ。アウラのことどんなやつだと思ってるんだよ。よし、それじゃあラストのコラ画像行くぞ。フリーレンに勝負仕掛けた瞬間終わったわ。というわけで今回は断頭台のアウラコラ画像選手権パート2をいろんなコラ画像とともにお送りさせてもらったぞ。原作だと絶対にありえないシチュエーションがバンバン出てくるコラ画像ってほんと見てて飽きないぜ。そんなわけだからみんなの見たいコラ画像選手権とかあったらコメント欄で教えてくれよな。できるだけ面白い動画を作らせてもらうぞ。じゃこの動画は終わり。じゃあな。
動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。